来たか。シン！あなた一人、メツはどこです？あいつなら先に行ったよ。あんたはここで何をしてる？お前たちを待っていた。俺たちを？メツの後は追わせないってことか。どうかな。見たくなったのさ。世界に意志というものがあるなら、お前たちとメツ、どちらを選ぶのか。なら私たちを通して。無理な相談だ。どうして？そうして立っていることもやっとのはず。今戦ったら確実にあなたは。さすがだな、光。約束なんだよ。あいつの願いを叶えてやる。その身が滅ぶことになっても。本望さ。しかないようやな。ボウ！分かってる。手加減なしでいく。シン！それでいい。来い、少年。絶対！
食うぞ。花子ミニーの本気を見せろ。パワーチャージ。これでこいつの約束なんだ。心を一つだけ勢力を脅威の範囲で判定できます。いつでも行けるよ。コクウザケ。ラウンドダウン。お願いいたします。属性反応増大。あの力か。ならこっちも。凍らせるもんか。自身の思い描いた事象を発生させる力か。素晴らしいな。神が与えたもうたその力、なぜ人間のために振る。楽園に行くためだ。行ってどうする。人に解放するのか、分け与えるのか。当たり前のことを聞くな。与えてどうする。結果は見えているんだぞ。何の結果だよ。人は楽園をモルスのように、500年前のイーラのようにするだけだ。俺がそんなことはさせない。お前が死んだ後はどうする。誰がそれを止める。そのために、そのためにあんたたちがいるんじゃないか。そして、それを一緒にやり遂げるのは俺じゃない、誰かだ。そうだよ、人間は死んだらそれまでだ。でも、その思いや記憶は別の誰かが必ず受け継いでくれる。あんたらブレイドだってそれは同じだろ。前の自分を別の誰かと一緒に受け継いで、新しい自分になって、そうやってこれまで生きてきたんだろ。だったら同じじゃないか。
はやがてアルスになって、そして多くの新しいブレイドを生んだり、世界そのものになったりして続いていくんだろう。すごいよ、羨ましいくらいさ。羨ましい？俺たちが？俺聞いてみたいんだ、神様に。ホムラやヒカリやあんた、どうしてこんなすごい連中を生んだのかってさ。いや、なんとなくは分かってるんだ。だから、その答え合わせをしたい。答え合わせ？ああ。お前はその答えを持っているというのか？シーン！義経！弁慶！弁慶…シーンはやらせないよ。よせ、弁慶。でも俺たちはここまでだ。無駄は何一つない。ここまでが俺たちがすべきことだったのさ。シーン。ニア。何？あんたの力でシーンを。ああ、応急手当てでよければ。礼なんて言わないからね。先に戻ってシーンの治療の準備をする。よしすね、シーンを頼んだよ。ああ、わかっ。弁慶！これ以上、登らせはせんぞ。マルベーニアて。せやけど、その姿は。ブレイブ、神がこの世界に使わしたものなら、それは私のため。より強く、より革新的な類まれな情報を宿したコア、その選別のために私は洗礼を始めた。その結果がここにある。貴様、まさか全てのブレイドからコアを、そのための洗礼か？私が神の意志の代行者だからだ。何を言っている？勝手なことを。あんたなんかに決められたないわ。妄想もそのくらいにしとき。妄想ではない。天の聖杯の力を忘れてるか？あの力、生きるに値しない存在を消し去る力が天の聖杯にはあるではないか。それこそが神の意志ではないのか？ホムラやヒカリはそんなんじゃない。今わかったわ、滅がなぜあそこまで世界の消滅にこだわるのか。あなたね、マルベーニ、あなたの影響を受けて滅は。だとしたらどうなんだ、何の問題がある？アルストの世界を旅してきたのだろう、モルスの地を見てきたのだろう。幾万の時を経ても人は何一つ変わっていない。変わっていないのはあんただ。だから変わろうとした人たちが邪魔だった。変わる必要などあるものか？変われば全てが消える。私が消えてしまう。それに耐えられるものなど言わしない。だから。弱いなあ、あんたは弱すぎるわ。
剣。